自分のお尻を見たことがありますか？ストーリー、川野康之。出演、遠藤守也。自分のお尻を見たことがありますか？いえ、鏡でじゃなくて直接にです。ないですよね。体の構造から言ってそれは難しい。多分普通の人は一度も自分のお尻を見ないまま一生を終わる。別にそれはそれでいいような気もしますが、でもお尻の気持ちになって考えてみてください。それはちょっと寂しいのではないか。人間の体の中でお尻ほど虚しさを抱えたパーツはないだろうと思う。人の後ろに、人の下に、いつでもお尻はそこにいる。どこに行く時でもお尻はついてくる。なのに人はお尻を一度も見たことがない。その存在を意識することすらほとんどないのだ。どんなに晴れた日でも、初夏の風が爽やかな日でも、お尻はパンツとズボンに覆われていて、薄暗く湿った空気の中で息を潜めている。お尻に光を当てられることはめったにない。思い出してみてください。今までに一度だって自分のお尻を太陽の光に当てたことがありますか？お尻もたまには新鮮な空気に触れてみたいだろうし、日の光を浴びてみたいだろう。頭隠して尻隠さずという言葉がある。物陰から生白いお尻があらわに見えているビジュアルは、想像するだけでも恥ずかしい。世の中のものを悲劇的存在と喜劇的存在に分類すると、お尻は明らかに喜劇である。泣いている赤ん坊にお尻とつぶやくと泣き止んで笑い出します。笑われるのはいいんです。でも隠されたり無視されるのは嫌とお尻は思う。お尻が生白いのはお尻のせいじゃない。太陽の光に当たったことがないからなんです。お尻は顔が羨ましい。ある夜、人が寝静まるのを待ってお尻は顔に話しかけた。おい顔。最初のうちなかなか気づかなかった顔はやっと返事した。なんだお尻か、君喋ってたのか。ブツブツ言うからおならかと思った。そう言ってプッと吹き出した。いや笑ったりしてすまない。話がある。顔とお尻は久しぶりに駅前の屋台で一杯飲んだ。一つのベンチに背中合わせに座っている。体の構造から言ってお互いに向かい合うことはできないのだ。俺の人生ってなんだ。お尻は話し始めた。俺は生きていると言えるのだろうか。俺の毎日はいつも人の目に触れないところに隠れてパンツのシミを眺めているだけだ。俺は存在していると言えるのだろうか。顔は黙って聞いている。顔、お前はいいな、個性があって。人間の顔は一人一人みんな違うんだ。そうだろ。俺はどうだ。お尻なんてみんな同じじゃないか。だって君はお尻なんだぜ。お尻ってことが個性じゃないのか。その通りだ。
泣いてもいいか？背中を通してお尻のむせび泣くのが伝わってきた。顔は胸の奥がチリリと痛んだ。お尻はいつもそこにいたんだ。なのに自分はちゃんと見てやったことがない。いや、時々彼の存在を忘れていた。恥ずかしいと思うことだってあった。背中からお尻の寂しさが伝わってきた。自分は今までお尻を、お尻の気持ちを、お尻の存在を、あまりにも粗末にしてきたのではないか。お尻だって人間なのに、いや、人間の一部なのに。お尻、すまない。顔はお尻を抱きしめてやりたかった。だけど体の構造から言ってそれはできない。その時、お尻が言った。俺は顔になりたい。男は目が覚めた。寝相が悪かったのだろうか、背中が痛い。昨日は酒を飲まなかったはずなのに、なぜか二日酔いがする。顔でも洗おう。ふらつく足で洗面所に行って鏡を覗いた。顔がない。正確に言うと、顔の位置に顔じゃないものがある。お尻だった。